皆さん、お元気ですか？ポケコ、極楽ポケコッコです。今回、新たに実装された5種類のバイオームを現地に行って確認してきました。ポケコ、砂浜のバイオームは海岸沿いの狭い範囲にあり、ゲットシーンでは後ろに砂浜が見えます。ポケコ、海ディグダはこのバイオームに出現します。ポケコ、水辺のバイオームは川や池沿いの狭い範囲にあります。ポケコ、離れると町や山のバイオームに切り替わります。ポケコ、ゲットシーンの背景に美しい水辺が見えます。ポケコ、町のバイオームは高めのビルが想像したよりも多く集まる都市部にあります。ポケコ、ゲットシーンの背景に複数のビルが見えます。ポケコ、山のバイオームは山奥というよりも都市の中心部から外れた市街地を含む広めの範囲です。ポケコ、ゲットシーンの背景に山が見え、草原に木が立っています。ポケコ、最後に森のバイオームは山を少し登った場所にあり、マップ上では濃い緑になっている印象です。ポケコ、ゲットシーンの背景には大きな木が立っていて、より深い山の中のイメージです。ポケコ、森のバイオームでは普段行かない場所を冒険する楽しさを感じました。ポケコ、皆さんとバイオームで出会えることを楽しみにしています。ポケコ、ご視聴ありがとうございました。ポケコ。